ちょっと先にちょっと結果を聞きたいんですけど、HPI 時代に確かワールドチャンピオンになられてますよね。はい、移住したのが、年齢でいうと21です、ね、はい。何年間アメリカにいたんですかね。アメリカに生活してたのは6年間、はい、その淳原のストーリーから始まるわけですね、はい、そうですね、はい、淳から淳原に変わってストーリーになるかもしれないですね、はいはい、アメリカには移住したんですけど、はい、まだ最初ビザを確保しなきゃいけないん で、はい、でビザを取るのは、はい、ある意味タイミングが良くて、はい、まあ、あの時まあ、皆さん覚えてると思うんですけど、うん、2001年の9月11日に、うん、大規模な同時多発テロがあって、あの後って、うん、やっぱ入国とかビザとか、はい、そういうのがすごい厳しく、ね、審査されるようになって、うん、その事件が起きる前だったんで、はい、ビザを申請したタイトルが、うん、一応 RC プロフェッショナルドライバーっていう多分向こうの人見たらはっていういや、そうですよね、 RC プロフェッショナルドライバーって何って多分思ったと思うんですけど、でそれでなぜか結構トントンってそれで申請が通り、多分世界初のアメリカで就労ビザを RC ドライバーで取ったというビザを、まあ、それをいただいて、でようやくアメリカに、まあ、自由にこう仕事として堂々と行けるように、まあ、アメリカはかなり厳しいんで、やっぱり、まあ、アメリカだけじゃないですけど、就労ビザを持ってないのに働くってやっぱダメなんですよね。もちろんダメなんですよね。最初はだからもうローカルレースにアメリカでは行って、まあ、有名なソーカルサーキットとか、アメリカでもちょっと地方な方にかなり車長時間ドライブして行ったりとか、まあ、国際免許で会社の車借りて行ったりとか、レンタカー借りたりとか、そういうところでちょっと英語も少しずつ学びながら、はい、じゃあそのアメリカで名を売っていったわけですね、はい、それってやはり何年目ぐらいから名が売れた感じしましたか。これがですね、うん、実際には全米選手権に出れるようになるまでに、はい、まあ、マイナンバーカードっていうのを、はい、まあ、日本でマイナンバーカードを取らないといけないんですけど、はいはい、これはビザを取った後にようやく申請できるもので、うんうん、まあ、これを始めたのが2002年、うん、まあ、最初はそのアメリカでやりたいっていうのはあったんですけど、簡単に考えすぎてて、実際かなり厳しい状況というか、アメリカでやるって大変なんだなっていう、まあ、言葉だけじゃなくて、まあ、生活からレースに出るところまでラジコンも含めて大変なんだなっていう、まずシステムが、まず文化も違う、システムも違う、まずこれに慣れないと、今までアメリカにも何回か行ってたはずだけど、移住して住みながらやるってなるといろんなことが起きる、やらなきゃいけないことがどんどん出てくる。でまず一番最初に、まあ、会社としても課せられてた目標っていうのが、まあ、全米選手権、アメリカでいうとロアっていう団体なんですけど、ロアの全米選手権に出てください。でこれ出るためにはアメリカに住んでる実態がないと会員になれないんですよね。会員になれないともちろん出れないんで、一元さんみたいな形でちょっとだけ出るっていうのは許されないんですね。でまあ、その厳しさっていうのは、うん、おそらく他のスポーツでもやっぱりアメリカは厳しくやってると思うんですけど、うん、はいはい、オールアメリカン、アメリカ一を決めるもんだから、うん、もちろんアメリカ人で一番を決めたいっていう思いからやっぱり厳しくしてるのはあると思うんですけど、うん、まあ、その大会の趣旨としてはもちろんそうあるべきだと思うし、うん、やっぱその壁っていうのはやっぱ結構高くて、多民族国家だからこそそのあたり実態がしっかり求められるってことですね。そうかもしれないですね。どっからでも自由に出れるわけじゃないよってことが求められるんですね、はい、でその、まあ、多民族国家だからこそ、うん、国籍を絞れないところもあると思うんですよね。やっぱり中には、うん、メキシコ系の人もいっぱいいるし、はいはい、まあ、中南米ですよね、はい、が、うん、まあ、アメリカのパスポートじゃなく住んでる人もそれはいくらでもいるし、うん、ね、アジア系の人もいるし、うん、ヨーロッパ系の人もいるし、うん、アフリカ系の人もいるし、はいはい、いろんな国の人がラジコンもやってるん で、はい、ですよね、アメリカの国籍を持ってる人だけってなると、うん、出れない人が結構出てきちゃう可能性があると思うんで、まあ、国籍は絞られてなかったんですけど、はい、やっぱ実態がないということで、はい、まあ、その実態で一番引っかかるところ、はい、一番ハードルが高いところが、はい、その、まあ、日本でいうマイナンバー、はい、社会保障、はいはい、社会保障ナンバー、はい、ええ、これがないと、うん、出れない、もうまずこれ必須なんですよね、はいはい、社会保障ナンバーを取って税金を払うにしても、うん、やっぱりその条件がすごい厳しくて、はい、かなり不利な条件というか、そうなんですね、
まあ、簡単に言うと、うん、まあ、その条件に満たない、まあ、滞在日数だとか、うん、その、まあ、就労するのに、うん、こういう条件、うん、この条件外の人っていうのは、うん、まあ、収入に関わらず 49% の税金を納めなきゃいけない、うん、49%、まあ、ほぼ半分ですね、はい、で半分を、まあ、もうもらった額を半分そのままそっくり渡してた。でもそれでも全米選手権出て、うんうん、まあ、自分の名前を売って、うんうん、まあ、今後その自分の価値を高めていくには十分価値があると思ったので、うん、はいはい、もうそんな 49% とかあんまり気にせず、お、はいはい、まあね、そんな贅沢しなければ全然、はい、まあまあね、暮らしていきますので、うん、でようやくロアのメンバーになったのは2003年ですね、うん、2003年まではいなかったですね、はい、ここまでは、まあ、はい、ある意味、まあ、ローカルで、まあ、ローカルベースとかはね、はい、まあ、名前は一応まあ世界選手権勝ったっていうことで、まあ知られてはいたんで、行けばあいつかみたいなので、まあちょっとこう輪に入れてもらって、でまあやっぱりあの当時メーカー間のこの戦いっていうのがかなりバチバチしてたので、まあある意味ラジコン界でいう戦争時代なんで、まあやっぱりあんまりこう他メーカーのライバルとこうそこまで密にあの友達になったりとかまあ、まあ、ある意味しないというか、特にまあサーキット上では、はいはいはい、まあ、ある意味冷たい、そうですよ、ね、まあ、ライバルとしてなんだあいつ来てるよみたいな、はいはいはい、でその時にあの、まあ、HPI はまだあのレースカーとしては電動ツーリングカーしか販売してなくて、うん、で2002年にまだ、うん、あの2年ごとにある世界選手権、はい、これが南アフリカという、あ、はいはい、まあ、日本人とからするとあまり馴染みをそこまでない、はい、まあ、あとは情報だけで聞くとやっぱりちょっと治安が悪いとか、その治安が悪い場所が、ね、あるとか、ちょっとまあイメージ的にちょっと怖いなっていうところだったんですけど、その時はもう、まあ、一人しか、まあ、あのレース部隊として動いてなかった、うん、HPA では僕一人でしか動いてなかったので、ネパールは聞かなかったですもんね。そうですね、うん、まあ、南アフリカの世界選手権を出るために、うん、まあ、アソシの TC3 がやっぱり速くて、うん、でもうこれからシャフト駆動の時代だと、うんうん、でプロ3っていう車を作ってたんですけど、うん、やっぱりもう時代はもうシャフトに切り替わってきてると、うん、やっぱシャフト駆動の車を作っていかないと今後やっぱりもう歯が立たないかもしれないということで、はい、急遽南アフリカの世界選手権に向けて、うん、じゃあ原さん車自分で作ってくださいと、何ですか、まあ、僕はあのシャフトの車やっぱ欲しいんですよねっていうのを渡辺さんに言ったら、じゃあ原さん自分で作ってくださいって言って、いや確かにまあ経験は積んできたけど開発者じゃないんでデザイナーでもないし、うん、って言ったら大丈夫です、図面を引ける人は会社にいます、はい、で原さんはその人にあのどういう形にしたいか伝えればなるほど画面上で形にしてくれるから、はいはい、図面っていうとやっぱあの、うん、整数っていうあのドラフターで書く、ね、ああいうのなのかなと思ったら、はい、コンピューターでここまでやるんですねみたいな、でそれが台湾で作れると、うん、でその台湾に、はい、あの時1ヶ月ぐらい住み込んで、あ、そうなんですね、はい、人生初の設計、うん、開発に、車の開発を一から携わるっていうときにやったんですけど、ここのベアリングは何ミリのベアリング使うんだとか、ビスは何ミリなんだとか聞かれるわけですよ。でどうやらその彼はラジコンそのものは一度も作ったことがない、なるほど、他のジャンル他の業界で図面は書いてきたけどラジコン初めてだ、いやベアリングはあの例えばここ外径15ミリのベアリングなんでこれ15ミリだと、でビスは3ミリのビスだと、うん、分かった、うん、で15と3でやるじゃないですか、はい、で図面上ではもう車の形ができてて、うん、なんかもうこれ走れそうな形になっちゃってるじゃんと思って、はい、じゃあこれ早速作ってくださいと、うん、生産始めてください、はい、プロトタイプの、はい、そしたらいやできないよと、うん、できないって何ができないんですか、はい、できてるじゃないですかここに、はい、って言ったら、いや君がリクエストしたこの形は実際今ある機械ではこんな複雑な形削れないよって言われて、なるほど、それ分かってたら最初から言ってよっていう、なるほど、でそれをじゃあこれようやく試作作ります、うん、で出来上がってきて、でやっぱ試作のものって少量で作るから高いんですよね、一、うん、個一個が高い、うん、でその値段をまあすごく言ってきてて、うん、これ一個いくらすると思うこれ、うん、もう想像を絶するようなえそんな高いのこれみたいな、で最初サスアーム削り出して、うん、でそれにサスピンを通るかどうかチェックしようと思ったら全く入んないんですよ、はいはいはい、でこれその、ね、担当してくれた人にこれねちょっとじゃない、うん、もう全く入んないと、うん、もう絶対間違えてる、うん、でサスピンはもう、まあ、元々ある既製品の、うん、まあ、パイプを使ってるからこれはもう絶対このサスアームの穴が小さすぎるだけだと、うん、なんか間違ってないって、うん、でも図面上間違ってないと、うん、でその時にいたあの、まあ、HPA の
開発の重鎮の方なんですけど、古川さんっていう方が、はい、今京商さん の, あの復刻版シリーズをやってる古川さんがあの HPI にまだ属してた時で、その時たまたま仕事で同じその工場にあの仕事で来てたんですけど、あ、原くん何やってんのって言われて、いやこれちょっと自分でこれ今車あのやってるんですけど、あのなんか大きさとかあの高さっていうのはどれぐらいか分かんないんですね。でこれもベアリング、これ15ミリのベアリング入らないんで、とりあえず 15.2 ぐらいにしようかなと思うんですけどって言ったら、原くんね、そういうものはね100分の1単位で100分の1ミリ単位でやるんだよって言われて、そこで初めて、あ、ラジコンっていうのは100分の1単位でその調整していくんだなっていう、こういうのをちょっと勉強しながら、本当は基礎の基礎ですよね、根本的な基礎の部分っていうのを。笑い話みたいなプロジェクトで始まったんですけど、その車を使って南アフリカの世界戦を優勝するために作ってる車で持ってかなきゃいけなかったんですけど、そのまあ面白い最初の出来事からまあテストを繰り返し、でそれで南アフリカにそのプロトタイプ、自分で作ったプロトタイプを持って行って、まああのドライバーのその技量というか、まあピークの部分で言ったらまあ20前半いいとこ出てると思うんですよね。まあ第一ピークとしてはもう本当に集中力と経験とともにすごくもうだいぶ研ぎ澄まされてきてて、まあ、自信にも満ちあふれ、はい、ちょっとだけ角も取れちょっとだけですけどね、はい、視野も広がり、少し視野も広がりで、まあ、南アフリカはある意味、まあまあ、ディフェンディングチャンピオンとしてで持ってったんですけど、やっぱり一人でやるっていう、まあ、そのプロでやる大変さ、やっぱりプロでやってもやっぱり中でチームを作っていかないと、やっぱり一人で少数でっていうのは厳しいなと、ね、ましてや開発までこれやってたら、もう精神的にも体力的にもかなり辛いなと、ね、まあ辛いけどやっぱり仕事自体楽しい、まあ、それをもう楽しさ、辛さを楽しさが上回ってる状態ですよね。あの時早かったのはベリーベーカーがもう圧倒的に早くて、で実はあの時にもうすでに今皆さんが普通に使ってるフロントスプールっていうものを、使ってたんです、ね、あの時にですか、すで、はい、にどういう形だったかは実際世に出してないんですけど、話を聞くともあの時にスプールを使ってたと、そのベリーベーカー、はい、なんとらしいんですよね、はい、だからやっぱりヘアピンとかもすごい当てしてたし、ね、まあ、ベリーベーカーがもうとにかく予選からずっと速くて、もうこれはもう普通に言ったらもう間違いなくもベリーベーカーだろうと、で僕もまあシャフトドライブをもう特管で作って持ってきましたけど、やっぱりちょっと一歩スピードが足りないなと、で、まあ、セッティングもやっぱり参考になる人が一人もいないし、でそこで、まあ、三浦さんもあのストーリーで話したかもしれないんですけど、はいはい、あの時あのそのスリカン、はいはい、あの神聖のごとく現れ、はいはい、で予選もまあ早かったんですけど、はい、まあ、ベリーベーカーはとにかく目立ってたんで、はい、あの時のスリカンでやっぱ早いなという感じだったんですけど、まあ、まだ優勝に絡むかどうかは、ね、決勝始まるまでは全然思ってなかったんで、で、まあ、スリカーの調子もいいし、うん、まあ、三浦さんも、ね、自身も A 面に、そうなんですよね、残ってたのも知らなくて、もうカツカツすぎて周りを見る余裕がなかったから三浦さんがだからスタート前に操縦台の下にスリカーの助手でいると思ったんですよ。でも自分の車も持ってるし、そこにいるのは、まあ、スリカーの助手でいるのかなと思ったけど、なんで三浦さん自分の車も持ってるのって聞いたら、バカ野郎俺も残ったんだよそうだったの皆さんそのなんかすごい安定してるみたいで、あれどういうでやってんのって言ったら、まあ、あのグリップ材がやっぱ、ね、肝なのと、あとトーインが思ったよりやっぱつけてった方が良かった結果があるから、トーインなんてもうね持ってる中で一番つけられるやつつけたらいいんじゃないのみたいな、やったらそれがものすごい効力でトータルとしてはまあ3位、ね、でまあ1回目、まあ、そのレースをまあ沸かせることができたっていう部分では、まあ、渡辺さんも喜んでもらえて、まあね、まあ、プロとしてその、うん、まあ、結果は当然大事ですけど、うん、まあ、勝っても負けてもやっぱり、まあ、最低限の役目を果たせた、そうですね、やっぱ盛り上げてなんぼっていうところがやっぱあると思うんで、まあ、そのすごくバタバタの中始まったマシンで、はい、結果的には3位に入賞できたというところもね、そうですね、あれは奇跡だと思うんですけど、うん、まあ、結構聞いてると奇跡が多いですね。いや奇跡多いですね運と奇跡で持ってるだけなんじゃないかな、まあ、それだけでもみんなギリギリのところで戦ってるっていうのは、そうですね、事実ですよね、はい、ただその三浦さんからもらったアドバイスでね、もし優勝なんかしちゃった日には、はい、
もうずっと恨まれるところでしたね。あ、あの時優勝したら、はい、あのもしこれで優勝、はい、1回目勝って、はいはい、三浦さんのアドバイスもらって1回目勝って、はいはいはい、で皆さんにありがとうと、皆さんのアドバイスすげえ聞いたよって言った時に、はい、まあ、優勝したらまあ絶対寿司をおごれよっていう寿司で終わるの、ね、かわいいですよ、今考えたらかわいいですよ ね、 本当ねロレックスのデート内をおこせとか言われる結局そのまあスリ感が、そうですよね、まあ、三浦さんがあの送り込んできた超新星が、はいはいはい、まあ、1回目2回目終わった段階でスリ感チャンスはあったけど、うん、それでもスリ感勝つと多分あの時みんな思ってなかったんじゃないかな、うん、まだ正美さんもチャンスがあったし、はいはい、まあ、ベリーベーカーの弱さ、うん、まあ、スタートも決まってリードもあったのに自分でクラッシュしてスパーギアが舐めて、でスリカンがそれをもうがっつり持っていったという、でその、まあ、スリカンがそこで出てきて、で、まあ、そのドライバーの勢力図っていうのが少しずつこう、まあ、変わってくる時代ではあったと思うんですけど、でその時に、まあ、あの三浦さんはまだタミヤにいたんですけど、うんうん、南アフリカの世界戦の後、翌週にアメリカでリードレースがあるためにそのまま行かなきゃいけないんですね。で僕は日本に寄る時間がなく、帰る時間がなく、もう乗り継ぎで、もう乗り継ぎ乗り継ぎ乗り継ぎでものすごい時間かけてアメリカまで行ったんですよね、直接。でその、まあ、皆さんも多分これ話してると思うんですけど、確かそうでしたね、誰もそれなんか言ってましたね、はい、中継地点が成田だったんですけど、日本食全然食べてなかったから、もうとにかく何でもいいから食べたくてでいろいろこうあの売店で漁ってたところ、はい、三浦さんが滅ぼ何してんだという感じで来てで、まあ、飛行機が一緒だった、うん、で三浦さんも同じ飛行機に乗って、うん、アメリカのリーディレスにスリカンと行くっていう、はい、あの予定だったんで、たまたま飛行機が一緒 で、うん、でまあ、自分の、ね、席なんか空いてる、うん、隣空いてるみたいだから、うん、ああ、まあ、暇だったらちょっと来ればいいじゃんっつって、うん、で来てる中でそこに行ってで話をしてたら、うん、あのまあ、もうタミヤで世界戦で、ね、スリカン勝たしたし、うんうん、まあ、ちょっと次の、ね、ステップを踏んでいきたいから、もし HPI であのちょっと次もう一回ハラボーを、ね、うん、勝たしたいから、はいはい、それを本気で言ってるの、うん、で、まあ、一人で、ね、うん、南アフリカ戦って、はい、やっぱその一人体制っていうのは、うん、いくら誰かヘルプしてくれたとしても、うん、やっぱこの本当にな継続してチームとしてやっていかないと、うん、やっぱりそのスポットだけで頼んでてはやっぱちょっと厳しいなというのがあったんで、まあ、皆さんがそれで移籍っていう形で本格的にやるんであれば、ちょっとこれはすごい戦力だなと、まあ、心強いですよね。そうですね、うん、でそれであの、まあ、HPN の話をしたら、まあ、ポンポンポンと話が決まって、うんうん、で皆さんが、はい、あ、HPN に移籍することになったと言ってましたね、はい、ハラボーを世界を取らせるんだ、そうですね、はい、いうふうにね、あの人あのあんま細かいところ見えてないですけど、全体視野をすごい見えてて、はい、なんかその人を優勝させるとか、うん、そういう力って持ってますよね。もう結果が出てますからね、うん、誰が何というが、うん、まあ、結果として出てるから、はいはいはい、もうこれはもう疑う余地ないですよね、はいはいはい、そのあの人がやってたから 100% 勝てたっていうよりは、うん、もう本当に何かその大事な部分を、うんうん、あの追い足す、継ぎ足すっていう、その一つのパズルをやっぱ持ってるんでしょうね、うん、持ってますね、うん、僕それは最近一緒に行動しててね、うん、感じるものありますね。ほんと1回や2回じゃないですからね、勝たしてるのは。そうなんですよね、うん、まあ大雑把な部分はほんとすごい大雑把ですよ、かなり多いですよね僕知ってますけどまあでもそれもいい部分で、やっぱいい意味でも ね、うん、あの細かいことを気にしすぎてもしょうがないっていうのも当然あるんで、はいはい、まあ、そういう部分では僕は結構細かいところ気にしちゃうんで、ああ、そうなんですね、まあ、その部分では結構あのいい、まあ、刺激というかにはなってますけどね。まあその世界選手権に、まあ三浦さんがようやく加入して、でまあ全米選手権にあの出るにあたって、まあ南アフリカの後2003年にようやくこう全米選手権に出始めるわけですけど、でその最初の参加したジャンルが10分の1のエンジンツーリンカーになるんですけど、でエンジンカー自体もともと僕やってなかったんで、で出るつもりなかったんですけど、三浦さんが入ったことによって、エンジンカー三浦さんよく知ってるん で、そうですね、じゃあもうエンジンカーやったことないけど、三浦さんがいるならじゃあ出てみようと、でこの時に、まあ、練習してなんとかこう仕上げて、レース前の日にはもうかなりいい感じに、レース当日になって、で自分 あのヒート順確認しようと思って、はい、前の日にも一応仮組みはしてたんですけど、まあ、もう一回あの頃まだ 2.4 ギガなかったので、ね、自分のバンドも確認しなきゃいけないん で、 でバンドも確認があってたんで、もう一回見に行ったら、はい、何回見ても僕の名前がないんですよ、ね、あら、何回見てもないです、はい、もう間違いなくない、
もう本当に何回も上からも下からも見てあれと思って、でまあ一応英語はそこそこはできるようになったけど、うん、やっぱりちゃんとね伝えるのはちょっと自信がなかったんですけど、うん、あの僕のね名前ないと、うん、オーガナイザーの人に言ったんですけど、うん、なんかすごい神妙な顔 で、はい、でちょっといいかって言われて、はいはい、でちょっとその小屋の中に呼ばれて、はい、実はね、うん、あのロアからちょっと昨日電話があって夜、はい、君を出させるわけいかないっていきなり言われて、はい、で当然なんでだってわーいって言うじゃないですか、うん、で聞いたら他の参加者からクレームが入ったと、はい、彼はアメリカに住んでないと、はい、アメリカ人じゃないと、はい、なんで出るんだと、はいはいはい、であれが出るんだったらうちらボイコットすると、はい、いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。